ああありえんって今の。なんや今の。下手くそさ。どうなんこいつ倒しても、おい、ちょっと待って。アイロスティックむずいわ。ただちょっといいわ。ごめん。ガチだ。これだけで遊べるやつ。ちょっと一手間にやるやつじゃねえ。あくまで今回の主題はこっちだからな。ちょこっちをやります、俺は。終わったか。え、まだ変わってんさっきと。まあまあとりあえずいいよ。まあさっき言われたことは全部。うん。他には何かあります？いや、まあこの辺でいいだろう。あ、来た。戻ってきたか。大丈夫か。まあね、おかげさんで。はい。よく働いてたぞ。マジか。成長したんだぜ。話そう。あ、そうか、そういうことがあった後か。そうかそうか、うん、もう上がっていいぞ。今日はありがとう。え、タイムカードはどうすればいいんですか、マスター。タイムカードを切ってきてもいいですか。それとお前は主語だな。怪我人を待た、怪我人を待たせるな。バグってるよ。早く行ってやれ、マスター。はい、お疲れさん。どっちこれ、バグってんのか俺が悪いのかどっち。さて、兄さんと話さないと。でもあれかもな、もしかしたら確かに発売前、発売してからパッチとか来るのかな。初めてだからさ。今ふと思い出したけど、それこれ発売前だわ、まだ。じゃあいいわ、別に。もうなんかピーって止まっても許せるわ、全然。セーブデータさえ飛ばなければ全然許せるわ。全然、むしろいいサンプルにしてください、俺を。そう、兄さん倒さないとな。なんかちょっといい音楽流れてんじゃん、 BGM だけど。そんななんか暗い感じにはならそうだけどね。兄さん逆光が、兄さん逆光が眩しい。兄さん、兄さん眩しくない？兄さん、俺結構気になっちゃうんだけど、眩しいの。兄さん眩しいって。兄さん、兄さん逆光がさ。あー、どうしようかな。でもね、これやっぱヒントあんのよ。アレックスの座り方見てほしいんだよね。ちょっと、やっぱり申し訳なさ、もう思ってるから。ここはまあそういう、いつもこの座り方なのかもしんないけど。まあ、まずは、まあ再三であれ、なっちゃうけど、心配から。なんで、何にも言わないの？やっぱ怒ってるよね。ねえ兄さん、本当にごめん。その、またお酒？また？早っ。開けてから飲むまで早っ。ん？なんでそこにお酒が。まあそれもそうだけど、格好つけてるのがなんか良くない？なんでそこにお酒が、でもなんでそこにお酒がって動きしてるな、今は、アレックス。ほら、なんでそこにお酒がっていう。アレックスの動きがなんでそこにお酒がすぎる。聞くしかねえじゃあ。なんで同じだもん、そこにお酒が、動きが。そこらに隠してあるんだ。まあその一応な。一応。ああそうだ。よくわかんねえな。でもお前がプロボクサーだったとはな。あれは本当にごめん。俺を雇ってくれよ。ほら、確かに人殴って血出るって、うん、だから本当にごめんってば。冗談だよ。
気にすんな。俺人殴ったことねえから。ああ。俺の方だって。分かってなかった。まあ、やばいってっていうとこなんだけど、ちょっとネガティブすぎるのかな。そう思っちゃうとな。すごい追い込まれてる子すぎるもんな。喧嘩強いってって言った方がなんかこう、どっちだろうな。こういうことがあった時に、ジョークで済ましちゃう子って思われちゃうかな。喧嘩強いとか言ったら。そこまで考える必要ないかもしんないけど。まあでも流れて、アレックスだってやばいってって言うのかな。ここジョークかませないよな。私がやばいって？そうじゃない。まあそう言ってくれると思ったけどね。お前のこれまでの人生のことだよ。もっと深かった。全然深かったじゃん。きつかったろ。違うよ兄さん、言葉が字幕と。別に。兄さん、お前の殴り方慣れてる風だったからな。あの時は気づく余裕なかったけど。そういうことだろ。確かに確かにな。人を殴って血、何回も言うけど、人を殴って血が出るってことはな、やっぱ殴り慣れてないやつじゃ無理だと思うからな。まあでもね、こうメール見てきたけど、まあ、喧嘩ばかりしてたっぽいからな。少年は大変だったって切り返しはおかしいからな、話的に。俺のこと聞いてきてるからな、今は。施設では喧嘩ばっか。いつも。そりゃ慣れるよ。そうか。隠し事があるのは分かってる。悩んでるんだろ。話してくれよ。全部打ち明けたいけど、あんなことした後だし、信じてもらえるのかな。ごめん、でもアレックス、何が悩みか分かんない。なるほど。アレックも何が悩みだったか、でもどっちも悩みじゃない？これ自分の過去の足でも。力のこともさ。でもアレックスはさ、力として認識してんの？これを。その、Life is Strange とかさ、まあ、MAX とかさ、2のさ、Life is Strange 2のさ、ダニエルとかはさ、明らかに力じゃん。解き戻せるとか。あとは、ね、2だったら、シンプルな物理攻撃。シンプルな物理攻撃とかさ、わかるけど、アレックスの場合別にそんななんか、その人の感情を敏感に受け取るとかさ、まあ、だから物を見て過去わかるのは、まあ力っちゃ力だけど、そこ悩みなのかな。過去の話も十分悩みになる気するけどな。どっちの意味で悩みって思ってんだろう、アレックスは。それがちょっとわかんないけど、まあ過去の話のが、なんか力っていうほど力な感じしないけどな、まだ。でもこっちも悩みとして思ってんのか。今まで地獄だった。14くらいの時、初めて引き取られたんだけど。こっちの方が悩みっぽいな。その家の子に、お風呂まで付きまとわれて、喧嘩して、その子の、鼻を折った。はあ。次のとこは、家の子が自殺しちゃって。重い。重いって。こっちも死にたくなった。悩みとして構えてない重さやん。受け止めきれない重さだって。5回目に引き取られた時はすぐ、うつみたいになって里親に入院させられた。
それで終わり。ああ、転々としてたんだ。いつも辛いことばっか。他の子たちは引き取られていくけど、私は。いやいや、まともだって。壊れてるから。全然おかしいほどじゃないって。選ばれない。選ばれたじゃん、でも。それ本心か？いや、本心でしょ。今の嘘で言えなくない？今の、兄さん。今の嘘じゃ言えないよ。まあね。そうじゃなきゃ説明つかないでしょ。もうずっとこう、変わらない。兄さんは、もう新しい生活をここで築いてる。でも、私は、全然。何これ、猫タバコ？猫タバコくれるの？まあ疑問系だしな。くれるの？違う、マッチだな。違うな、マッチだ。猫タバコじゃないわ、マッチだわ。何これ？願いだ。ドントギブアップって書いてるね。何それ、どういうこと？諦めないで。そのマッチは少年院で手に入れたやつなんだ。かなり危ない橋渡ってさ。ずっと持ってたの？ああ。肌身離さずな。つっても、ほとんどはもう使っちまった。見ての通り。そんな使ってねえよ。でも最後の一本は残してあるんだ。昔の俺に戻らないように。そう願いを込めて。そのサイズ感だったら10本もねえよ、多分。そのサイズ感だったら10本もねえから、そんな使ってねえよ、兄さん。まあでもさ、これは兄さんから託されたもんじゃない、ドントギブアップは。本当にいいの？うん。だから兄さんが、この1本を使わないようにってずっと思ってたから、兄さんは買われたってことでしょ？そういうメッセージでしょ、多分。これを使わない使わない、使ったらいつもの俺になっちゃうって思ってさ、自制したから。俺はこの町やシャーロットに出会えてやり直せた。そう。それまではずっと地獄だったが、もう過去だ。お前だってやり直せる。お前は地獄から抜け出してきたんだ。過去は忘れろ。まあでも本当に心機一転だから、別にそんな思うことじゃないと思うけどな。街の人も別に優しいし。犯罪を犯した、まあ障害っちゃ障害だけど、そうだねっていう、この3点リーダーがちょっと気になるけどな。まあでもね、やっぱこんだけ言ってくれてるからね、あんまりネガティブなことはもう言いたくないんだよな。全部は無理だよとか。そうだね。ここに来た理由忘れてた。そう。いいぞ。その調子だ。そうだよな。俺は、味方だ。兄さん。忘れんなよ。兄さん。俺も知らなかった。めっちゃいいシーンじゃん。でも俺さ、兄さんもうあらすじで知ってんの、兄さんがいなくなること。あらすじでさ、俺こんな兄さんとのエピソード、あのギターはいつくれるの、こんな描いてくれると思わなかった。なん、見つけたのか。びっくりさせたかったのに。寂しくなるって、兄さん。したよ。で聞いたよ。
もうずっと弾いてない。まあ、テンション上がったでしょ。やばいね。テンション上がったよ。そうか。やっぱりな。兄さん。よう、ライアン。よう。イーサンはいるか。あいつなら家にいるぞ。でも連絡がつかなくてさ。え、鉱山に行くと行こうとしたあの子でしょ。ねえ、まさか。いや、くそ、やっぱそうだ。なんだ。山に行ったんだと思う。本当にそうならかなり危ない。ちょっと不穏です。そうだな。あ、お母さん止めなかったな。注意はしたけど。でも本当こうなるならあの時あれだね、言っててよかったな。鉱山に行くって言ってましたよっつって。で、ここで言ってなかったってさ、俺一人が抱え込むことになったわけでしょ。だったらまあ結果的に良かったじゃん。お母さん注意したけど止めはしなかったんだな。なるほどね。まあまあ、一つの教育のあり方でもあるか。まあ。自由に動けるようになったら一回終わろうか。あそこ保安官もいるじゃん。そういや。何この怖いとこ。急に不穏すぎない？まさかこれが本当のライフイズストレンジ。イーサン、ホラーゲーム始まんの。イーサン、早く出てくれ。何の施設これは。なあ、怖いって。こっちだ。いや、兄さんも来ないと。なんで俺らだけで勝手に行ってんの。久しぶりに来たけど、すごいありさまだな。ここやばそうね。ここなんかやばそうだね。そんなに緊張してると何かあった時動けないぞ。なんかガチのアドバイスだ。どうだ。タイフォンの保安課と話ができた。爆破は中止にしてくれるってよ。はあ、不安の種が減ったな。はい。おい、どうした。シャーロットも心配だ。彼女は強い。平気だよ。いやいや、強いっつっても我が子でしょ。我が子じゃな。ったく、俺たちがこんなことしたら親父に死ぬほど怒られだろうな。ねえ、見つかるよ。ああ、だな。恩に着るよ。俺にこのこと話してくれて。いいって。逆か、これ話したことで。よし、探索開始だ。何かあれば言ってくれ。兄さんが苦しむとかないか。うん、多分。あの、お母さんにも伝えたからな。そもそも行動にはどこから入るんだろう。兄さん、先行かないで。兄さん、もう一回終わりたいんだよ。兄さん、先行かないでよ。あ、アレックスが。アレックスちゃんは。そんなことがあったけど、初日に仕事ゲットできたのは良かったな。わしも別にいいと思うぞ。とてもいい子だな。これからよろしく。いいね、いい兄貴たちがいるね。これじゃないな。メッセージ。あ、お前、ジシーが LINE してくんな。アレックス、先ほど会えて嬉しかった。ヘイブンでの精神生活を楽しんでおくれ。また会えるの楽しみにしてるぞ。これからよろしく。ケイグ。あ、いいね。ちょうどいいわ。あ、ということは、あれなんだ。2019年なんだな。舞台は今更だけど。最初の兄さんとのメール2019年だったから気づけたけど。なるほどね。でも今これさ、時間これから察するに今夜8時とかでしょ、これ。怖いなぁ。まあ、いっか。
なんかパイクになんかあったし、思い出が。思い出あったんですけど、パイクに、さっき。パイクを存在に扱ったから、L に使えばよかった。ごめん、アレックス。何だったんだろう。ちょっと気になるな。まあいいや。まあ、おのおのでやってください。はい、じゃあ一回終わるわ。じゃあ、あざした。